はい、どうも藤本動画藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日もまた、Amazon の方から荷物が届いたので、そちらをね、ご紹介していこうかなと思います。はい、今日ね、購入したらね、そんな大したもんではないんですけどね、一応開封ということでね、また箱から開けていきたいと思います。はい、よいしょ。はいね、またこちらですね。こんな感じにポツンとね入っていますけども、ほらタビ、はいね、うちのタビくんがまた、はい、匂い嗅ぐ。そう、タビくんチェックが入るんでね、食べ物じゃないよ、食べ物じゃないよ、スルスルしてるね。はいはい、こちらね、鼻水がついた、タビの鼻水が。はい、こちらね、何かと言いますと、もう見てお分かり通りね、マウントアダプターなんですけども、今回ね、購入したマウントアダプターは、はい、中身ね、こんな感じで、若干ね、ちょっと新しいデザインのね、マウントアダプターということで、はい、こちらですね。はい、これです。はい、こちらね、ニコンのね、マウントをそのままソニーの E マウントにね、変えられるマウントアダプターで、もともとあのこれかな、はい、ね、うん、そうね、はい、同じくね、これニコンの、マウントをライカ M にねするマウントアダプターというのは元から持ってたんですけども、今回ね、あのこちら、ニコンの F マウントをソニー E マウントに変換するマウントアダプターを購入してみました。で、なぜかと言いますと、まあ、こちらの方ね、まあ、テクアウトをね、マウントアダプターを使うに、ニコンのレンズをね、使うために、こう、ライカ M のね、マウントにしてるものをね、購入したんですけれども、まあ、それだとね、テクアウトをマウントアダプターを使わないと、ね、使えないということで、ほら、下ろされた。タビが下ろされた。はい、ね。まあ、直接ソニーのね、E マウントのカメラで使えるようにと、こちらの方をね、買ってました。で、何気に、この、いつもね、ソニーのね、A マウントだったりとか、まあ、最近だとね、ミノタの SR マウントとかの、紹介が多かったんですけどね、よくよく見るとね、結構ね、ミノルタのね、ミノルタじゃね、あの、ニコンのね、ニコールレンズ、F マウントのね、レンズ結構持ってたんですよ、よくよく考えると。はい。ね、これこの間、先日東京カメラさんの方で、購入しました F4 投資のね、200mm の単焦点レンズだったりとか、一之江くんのね、おじいちゃんからね、いただいたものの、これが 50mm かな。はい。ね、50mmF1.4 の、レンズ、ニコールレンズだったりとか。で、その他、前にね、昔、ハードフックで購入した、こういったね、これはいくつだ、ちょっとね、ズームレンズですね。どっからどこだ、43mm から 86mm っていうね、ズームレンズ、こういったものもね、ちょっと持ってたりしてね。はい。で、さらに、こちらですね。はい。これもね、一見くんのおじいちゃんからいただいてるものなんですけど、ニコン F のね、今ついてるのが 35mm のね、F、28mm か、28mm の F3.5 っていうレンズを持っています。はい。で、こちらですね。これもね、結構ね、人気のある、レンズです。135mm のね、レンズ。はい。ね、これは F2 はいくつなんだ、はい、F2.8 のね、135mm のレンズね。これね、ちょっとずーっと気づかなかったんですけど、これ。この、このね、レンズフードが、ね、こう、内蔵されてるやつね。はい。こういったレンズを持っています。こういったね、レンズたちを、ソニーのね、E マウントの α7R3 だったりね、α7S3 だったりで、使っていこうかなと思いまして、今回はね、こちらの、マウントアダプター購入してみました。なんかね、こう、ちょっとね、新型になってるみたいで、前とね、ちょっとこのデザインが変わってて、なんか六角形、若干ね、角の取れた六角形というか、なんかボルトみたいな感じのね、形状になってますけど、こちらの方をね、使っていきたいと思います。はい。ということで、今回はね、マウントアダプターをね、購入しましたという、ご紹介です。で、この後ね、ちょっと出かけるんで、ソニーの α7S3 を持って、この辺のね、この辺のレンズを使ってね、なんかちょっと作例撮ってこようかなと思っています。
ということで藤本徹でした。ではまた。